皆さんこんばんは。福井県小浜市からやってまいりました、若さのあるこれキラリと申します。もう一度踊れる喜びをしっかりとかみしめて精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。リケツクに若さおばば、年神に幸福を祈り、田の神、海の神、山の神と共に暮らす若さの国。
ありがとうございました。そうだよ、ちょっと少数精鋭でね。そうなんです。いや素晴らしい、めちゃくちゃ気持ちよかったんちゃいます。あ、そうです。気持ちよさ、声がむちゃくちゃいい声されてますね。すごい、ありがとうございます。素人じゃないでしょう。いや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 、いや、ね、そこら辺のおっさんです。いや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 、いやもう背中から見てましたけど、はい、気持ちいいやろなと思いましたよ。その通りです。その通りです。ねえ、ね、今回ね、こちら実際お子様もいらっしゃったりとか、ね、お孫までいらっしゃる。お孫さん、ここにはいないですけど、はい、はい、まだね、この今日はちょっとね、人数の方がね、半分しか来られなくて。あ、そうですか。コロナで、ね、うん、あ、そうですか。でも、団体としてはもう幅広い年齢層でいつも楽しんでいらっしゃると。ね、なるほどなるほど。それができるのがこの歌よさこいだということですね。さすがです。ありがとうございます。さすが上手にまとめてくれはる。原田さんがさっきあの裏で、僕べっぴんさんがやるな、タレントさんかなって言ってました。いやいやいや、本当に本当に、あの踊ってる女性の方もむちゃくちゃ綺麗やったから言うときます。あ、言うときます。はい、ちゃんとその原田君が思ってる人に言えるかどうかが全員です。全員綺麗でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。若さなるこれんきらりの皆さんにもありがとうございました。ありがとうございました。